黒い卵がこう輝いて見えると。卵の中身を取り出す作業です。ヤスリで殻の一部をですね薄くしておいて、そこを集中的につついて穴を開けたいんですけど、なんかもう卵殻膜が出てきそうな。やってみるかな。先ちょっとツンと。あ、開けましたね。ちょうどヤスリの形が、あ、ちょっと割れちゃった。多少割れても。ちょっとこう上手にできればよかったんですけど、ちょっと割れちゃいましたね。で、中身もったいないので、ちょっと殻が入っちゃうと食べにくいとは思うんですけど、ちょっと食べ物なんでね、後で殻は取り除くとして、中身を取り出します。黄身が、黄身と白身がですね、固まっちゃってると、分離しちゃってると出づらいので、ぐちゃぐちゃにこうかき混ぜて、このままうまく出ればいいんですけど、工夫があって、なんかストローでですね、こうストローでこう吹き込むと、息を吹き込むと出やすいという説もあるので、やってみます。あ、出ましたね。はい、じゃあ、あとこれ、中をですね、水道で洗います。あとはろうそくで卵を炙るだけなんですけども、すすが出やすいタイプのろうそくを使うと良いと思います。トングで持ちますね。こんな感じで、ろうそくによってはですね、すすが出にくいタイプが最近多いので、ティーライトタイプだとすすが出にくいですね。むしろこういう旧式のって言いますか、オーソドックスなタイプのろうそくが良いと思います。はい、だいぶついてきました。卵を近づけると、どうですかね、酸素不足になるんですかね、不完全燃焼っぽくなるんですかね、すすがうんとつくような感じがします。先ほどの真っ黒卵を水の中に入れています。あ、空気が入っちゃった。炭がですね、水に溶けにくいっていう性質があって、まあ、水を弾くわけですね。そして水とこの卵の間、炭の間に空気の層があると。そこの空気の層と水層ですね、水の間で、まあ、前反射が起こって、まあ、光がその表面で反射してしまうもので、炭の表面、まあ、卵の周りの炭の表面が見えにくくなっているという、そういう現象です。黒い卵がこう輝いて見えると、まあ、現象ですね。